さんと梅村佳恵子さんです。皆さんこんばんは。日本共産党衆議院議員の藤野康文です。先ほど来お話ありますけども、安倍政権の下で来週にも仙台原発2号機が再稼働されようとしている、とんでもない話であります。ご存知の方も多いと思うんですが、2号機というのは大変重要な危機に問題が指摘されている。蒸気発生機というですね、本当にコアな部分の機械が大変古くて問題があるんじゃないかと。で、1号機に同じような蒸気発生機ありまして、もう30年経ったからということで2008年頃に取り替えたんです。で、2号機も30年ぐらい経ってる同じ蒸気発生機ですから、これ取り替えるべきじゃないか。実際九州電力は取り替えるという計画を出して、規制委員会もその計画を認可していた。しかし結局これ取り替えないまま今再稼働しようとしてるんです。これおかしいんじゃないでしょうか。なんでこういうことになるのか。実は2009年に今仙台原発に設置されているのと同じ蒸気発生機がアメリカで放射能漏れを起こしたという事件が起きまして、今アメリカの会社からこの蒸気発生機を作った三菱重工、損害賠償を訴えられております。なんと損害賠償の額が9300億円、とんでもない額の、損害賠償。なぜかというと、この蒸気発生機というのはコアな機器ですから、結局このサンオレフの原発という原発が廃炉に追い込まれてしまった。皆さん、それぐらい重要な機器が、欠陥が指摘されている。それを取り替えようともしないで今2号機を再稼働しようとしている。絶対に許すわけにはいかないと思います。先日レクチャーやりました、九州電力呼んで。そしたら九州電力の担当者は何と言ってたか。経営上の判断です、こんなこと言ったんです。経営上の判断と、許せないんじゃないでしょうか。今必要なのは安全上の判断。しかも自分自身が、宮殿自身がこれ30年経ったから取り替えるという計画出して、規制委員会も認可してたわけです。こんな状況で再稼働なんて絶対に許せない。内閣も変わりました。私たち日本共産党、他の野党と共同して今閉会中審査と、そして臨時国会開け、こういう要求しております。私も本当にもうこれうずうずして追及したいという思いでいっぱいです。皆さんと力を合わせて国会内外必ず原発止めるために全力尽くしてまいります。共に頑張りましょう。皆さんこんばんは。日本共産党衆議院議員の梅村佳恵子でございます。私は北関東、群馬、栃木、茨城、埼玉から国会に送っていただきました。この北関東は福島原発に隣接する福島に次いで被害を受けた地域であります。いまだにたくさんの方々が避難をされておられます。私の子供が通う小学校にも避難されていらっしゃる家族がおられますが、どうして私はお父さんと一緒に暮らせないの、こう言って泣きながら訴えたお友達、また原発事故が起こった時は私も埼玉で小さな子どもの子育て真っ最中でしたが、保育園の遠足、そしてお散歩にしばらく行けない中で、やっと外に出ていいよとなった時に、お母さん、このブランコ乗っていいの、滑り台滑っていいの、こういう子どもたちの第一声を聞いた時に、本当にこの不安から大人たちが責任を持って取り除いてやらなければいけない、大人たちの責任で原発はゼロにしなければいけない、こういう決意をずっと持ってまいりました。そして私は群馬のキノコ農家の方を訪ねた時に、原発が憎い、東電が憎い、こう言って泣きながら訴えられた男性の方の顔、決して忘れることはありません。先日福島の原発の視察、そして茨城にある東海第二原発の視察に行ってまいりましたが、皆さん、福島の原発事故は未だに終わっていません。まだ皆さんが苦しみ続けられている、
どうしてこんなに苦しんでいるのに安倍首相は1億総活躍社会などと言えるのでしょうか。すべての国民が活躍するというのならば、まず福島の苦しみを取り除く、そしてこの苦しみを生み出す再稼働はやめて、原発はゼロにすべきではないでしょうか。しかし皆さんの粘り強いこの3年半を超える運動によって、今新しい国民的運動のうねりが起こり、そして安倍内閣を追い詰めてきているのではないでしょうか。一日だってこの